さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。いやお二人に聞いてみたいことがあったんですけど、はい、こうやってお仕事するじゃないですか、はい、帰った時に、ま、家に安らぎを求めて帰るかなと思うんですけど、落ち着くところがね、そうやっぱそういう基盤がないとね、いけないと思うんですが、大事にしているところ、お家を選ぶ時にポイントって何かありますか。いやその、ま、周りの環境もあるけども、やっぱり静かになれるか、こうパッと入った時にその天井が低すぎないかとか、僕はそういう空間を大事にするね。あーなるほどなるほど、圧迫感は嫌だから。はい、うん、いかがですか。私は、うん、まあ、狭いながらも、うん、お庭があるお部屋が私は欲しいなって思ってます。ベランダとかじゃなくて本当の、土、まあ、土がいいですね、できればでちゃんとそう種とか植えて野菜を生やしてその野菜を食べたいなって思ってます。どこまで自然じゃないか。ということで、ね、今回はですね、はい、お客様のニーズにまさに合った最高品質の住宅サービスを全国展開で紹介している企業様30分通しでご覧いただきます。高齢化社会の日本、少子高齢化により現在の日本に求められているのは高齢者やシニアに向けた社会環境の整備である。そんな中、中高齢者を対象とした新しいタイプの住まいを提供する企業があるという。普通の一戸建てやマンションから有料老人ホームってこうある種かなり幅壁というんですかね、はい、がある中で、その間にある選択肢っていうのをきちんと、ご理解をいただくっていうのはやっぱり重要だと思ってまして、ご高齢の方が自分はこっち自分はこっちってこうちゃんと選べるようになることが健全だと思うので、欲しかった暮らしを提供する株式会社グージャースコーポレーション開発事業本部シニア事業会社設立準備室室長佐藤多門。全国に自社新築分譲マンションやシニア向け分譲マンションを手掛ける株式会社フージャースコーポレーション。フージャースコーポレーションでは現在、人生をより自分らしく自由であるためにをテーマに、高齢化社会に対応した新築・中高齢者専用の分譲マンションを販売している。今回番組ではつくばエクスプレス未来平駅徒歩7分のところに完成したばかりのディオセーヌつくば未来という天然温泉、レストラン、医療・介護サービス付きの中高齢者専用の新築分譲マンションに行き、マンションの室内から設備まで取材を行った。フージャースコーポレーションが提唱するシニアに向けた新しい住まいの在り方とは何か、有料老人ホームとは異なり資産価値を保ちながら自宅と同じような快適性のある中高齢者専用分譲マンションのメリットとは何か、室長の佐藤に話を聞いた。シニア住宅というものを、はい、まあ、作ってらっしゃる、ね、ということなんですか。作って運営をしている、はい、高齢者様用にっていう、そうですね、はい、いろんなサポートがじゃあついてるんだな、そういう、うん、はい、どういったかもう主にですね、はい、ご生活をしていただく上で、まあ、すごく求めていただく部分でいうとやっぱりお食事ですとか、あ、そっちも、はい、あら、あとは日々の少しお困りごとですとか、あとは楽しんでいただけるサポートとして、今回でいうと天然温泉も掘削をさせていただいているので、はい、そういう温泉に入っていただいたりとか、うん、そういうこともできるような住宅という形になります。建物は建物を建てられることもするんですよね、はい、その中で今言われたような要素が、そうですね、特別なものとして、はいはい、今の時代のすごいな、贅沢ですね、すごいですねそれ。、はい、ありがとうございます、はい、どうなんでしょう、老人ホームというものと違いは何なんでしょうか、はいはい、そうだろう、はい、老人ホームって一般的にはいわゆる施設と呼ばれる類型になっていまして、うん、はい、まあ、我らが提供したいのは住まいを提供したいというのが少し違うところになります、はい、いくつか、うん、住まいね、はい、自分の住まいっていう、そうです、そうですね、権利形態と呼ばれるものになっていまして、うん、ちょっと複雑なんですけれども、いわゆる有料老人ホームと呼ばれるものについては非常に重要な施設なんですけれども、うん、はい、権利は利用権と呼ばれる権利になっています、もしくは賃貸借っていう、まあ、要は借りて住むような住まいになっていますと、はい、でそれに対して、うん、私たちは分譲という形をとっているので、うん、まあ、ある種60歳の元気な高齢者に住んでいただきたいので、はい、その後30年のご生活をご提供したいと思っていますと、
という意味でいくと、賃料でお支払いいただくよりはご自身のものにしていただく分譲っていうスタイルの方が一つ望ましいと思っておりますし、所有権と呼ばれるものになるので、使用収益処分といってですね、使用というのは当然住むことができて、収益ということでご自身で使わなくなった時には貸すこともできますし、処分ということで相続もできますし、ある種ご売却もできるという形になっていて、住まいなので多分お引越しとか結構されると思うんですけれども、何かが10年後のご生活って一部想像できないところもあると思うんですよ。いやあります。そうです。しかもそれを想像しないで、そうですよね。借りたり買ったりしますよね。そうですね。変わっていくんだ年齢でね。という意味では10年後にきちんとご売却ができる、でまた住み替えることができるっていう権利の方が適切かなと思っていますというのが1点。そうか、そうか。でもう一つはちょっと先ほどと重なるんですが、元気なうちに引っ越したいなと思っていただけることを目的にしているので、お部屋のお広さの部分には少しこだわっていまして、一応今回の住宅は平均で60平米ぐらいを確保しているので、普通のマンションの平均が70平米ぐらいなので、マンションとほとんど変わらなくて、子供部屋がないマンションぐらいのイメージをしていただくといいかなと思っています。一部屋ないっていうね、はい、という意味では今までの家具とか、そういったものもそのまま持ってくることできますし、今までの生活がこうきちんと延長ができるような形を、元気なうちから住みたいなって思える広さを確保しているというのが少し特徴になるかなと思います。そうだよな、狭いところでっていう気持ちには本当はさないんだよね。少しちょっとゆったりしたところに住みたいっていうのはありますよね、いくつになったってね。 そうですね。うちのおふくろなんか未だに言ってるよここきれいにしなさいとか、自分をきれいにしなさいとかっていう、そりゃそうですよね。全部持ってくることは多分できないんですけど、大切な家具とか、ずっと嫁入り道具のタンスとかお持ちだと思うんですよ、ね。はい、親父はもう亡くなってんだけど、親父との思い出のあれは ね、なんか知らないけど、そんなこだわり、おふくろにあんのかと思うぐらい、そこだけは女性に戻っちゃうみたいなね、本当感じますよ。なんでこのストレテーブルと一緒になった、ステレオが、もういらねえだろって言っても、いやこれはね、ってこうやってれば物も置けるって、いやこれ音楽かけるやつなんですよもうそういう、でもやっぱりそうですか、そういうもんですよね、やっぱりね、言われてみるとな、そうだなと思うな。なんかそれだけ広さもあって、ご提案もしていただいて、温泉もましてやついてるし、いいことだらけだなと思うんですけど、ご苦労された点とかってあります？始められて、お元気な、いわゆるアクティブシニアと呼ばれるお元気な高齢者が住みたいなと思っていただける仕掛けをきちんと整えることはすごく苦労しました。そうだよね、理由がないわけだから ね、それに対してこういうのもあるのかって見てもらって、温泉が出るとかね。そうですね。その一つがやっぱり温泉になっていまして、天然温泉で ある種毎日入っていただける、でやっぱりご高齢の方は温泉好きなので、そこはすごくご評価いただいていると思いますね。はい、でもやっぱりそういうふうに求めて実際にそれを実現される方はもうたくさん、おられるわけですか。そうですね、この日本の中で、はい、なりてー、そういうふうになりたいですね。なりたいね、そうか。いやだって自分のお家にこう好きなものもある程度置けて、はい、温泉もあって食事も充実しててって言ったら帰りたくなりますよね。今でもいいなって思います。お忙しいサラリーマンの方というか仕事をされている方はそうおっしゃっていただく方もいらっしゃいます。お子様とかがやっぱり、例えば、また私仕事で申し訳ない、うちのおふくろなんかもね、もう年で、はい、そういった人たちはこういうスロープだとか、はい、そういう介護的なものも、はい、必ず必要になってくるじゃないですか。そうですね、そういうのももう見極めて先にバリアフリーにするだとか。そうですね、もう全部そうですか。そうです、お部屋の中で言えば当然バリアフリーの対策はしておりますし、ある種車椅子でもうご生活ができる準備は整えていますし、お部屋のいろんな箇所、お風呂ですとかトイレですとか居室か寝室には緊急コールボタンっていうのがあるので、押していただくと館内のスタッフがお邪魔させていただいて確認をさせていただくような形になってます。もう今までの発想とやっぱり違うんだよね。そうですね、もう全て先まで見越してくれて、手を打ってくださってるんだね。だから最初に入った時気がつかないかもしれないよ、我々はね。今すぐ必要ではないものもいくつかあれっていうね、はい、
そんなことならねえよって言って何年後には実はこれがいいんだよかった助かったっていうこともねあるんでしょうね。なるほどね、夢のようだね。ねえいいないいなって思ったんですけど、でも、そうだね、アクティブシニアなんていう言葉も出ましたからやっぱり、ね、はい、私が住めないですよね。制限もやっぱりありますか。そうですね、遊びに来ていただくのはもう全然ウェルカムなんですけれども、はい、いや僕はもうそろそろだなと思うんですけど僕はもうあれでしょ、いやいやいや、早いですね、アクティブシニアっていうのはまだ、まあ、新人さんだけどね一応そうですね、はい、ご入居の方には原則的には50歳以上という5年齢の制限をさせていただいて、ほら聞いた、そうでしょうだ、僕も入れるわけですよ、はい、52歳です、しましたアクティブシニアですよ、アクティブなこれだけがアクティブですこっちはもうねもうダメですけども実際50代の方も結構いらっしゃったり、ご通勤していただいている方もいらっしゃるので、そうだ、高齢者が元気じゃないとっていう気持ちもありますよね、はい、やっぱりそこがすごい重要だと思ってまして、うん、どういう環境か見てみたいっていうのもあるけど ね、 そうですね、実は、はい、私行ってきたんです、つくばみらいに。あれ、はい、いつの間に、はい、なのでこの後ご覧いただきます。あらそう、はい、舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ということで、つくばみらいにやってきました。こちらがデュオセーヌつくばみらいです。今年できたばかりということで新築でとっても綺麗ですよね。早速中に入ってみましょう。つくばエクスプレス未来平駅徒歩7分のところに完成したデュオセーヌつくばみらい。デュオセーヌつくばみらいは約6000坪の広大な敷地に天然温泉、レストラン、医療・介護サービスがついた150棟の中高齢者専用の新築分譲マンションである。こんにちは。こんにちは。藤野さん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、では早速館内をご案内させていただきます。はい、お願いしますデュオセーヌつくばみらいではコンシェルジュが24時間常駐しており、さまざまなサービス・サポートを受けることが可能だ。例えばインターネット検索などの情報サービスをはじめ、緊急時の対応などもコンシェルジュが24時間対応を行うため、安心かつ快適な生活環境が用意されている。こちらが健康管理室になります。はい、午前8時から午後5時まで毎日ですね、看護師さんが常駐しておりまして、入居者の皆様の健康管理においてのサポートをさせていただきます。はい、では中の方に。失礼します。失礼します。こんにちは。こんにちは。こちらは、はい、何をするお部屋なんでしょうか。はい、こちらが健康管理室になりまして、毎日ですね、看護師さんが午前8時から午後の5時まで常駐しておりまして、皆様の健康管理をサポートさせていただきます。こちらで健康相談をすることも日常業務の一つなんですけれども、何かあった時、いざという時の緊急時の初期対応などもさせていただいております。ビリヤード台が設置されたカフェコーナー。ここでは入居者の歓談、くつろぎの場として提供されているだけではなく、ビリヤードも楽しむことができ、入居者同士の交流の場としても活用されている。こちらはご入居されている方は、はい、無料で使えるんでしょうか。はい、無料でこういったビリヤードもご利用になられています。いいですね。はい、はい、多目的室。ここはイベントやサークル活動などの開催場所として使用されるほか、入居者が自由に使える空間となっている。娯楽室。ここは無料で囲碁、将棋、麻雀などで楽しむことができるスペースとなっており、入居者同士の触れ合いの場所になっている。
カラオケパーティールーム。ここにはカラオケが設置されており、入居者だけではなく入居者の家族、ゲストと一緒に利用できるスペースになっている。こちらがレストランなんですね。はい、はい、です。皆様ご利用になられてるんですけれども、はい、メニューもですね、朝食は和食洋食と2種類からあられてて、はい、夕食もこちら2種類からお選びになります。種類豊富ですね。はい、自炊もできるんですけれども、はい、こちらでお食事をお取りになったり、皆様自由に選ばれていらっしゃいます。はい、やっぱりメニューの栄養バランスとか考えて作られてるんですか。はい、塩分控えめでカロリー計算もされたお食事を出しております。いいですね。安心して美味しく食べられますね。はい、こういったところからも健康管理のサポートをさせていただいております。藤野さん、こちらはお風呂ですか。はい、天然温泉の大浴場をご用意しております。温泉なんですね。はい、入居者の方にも大変好評です。天然温泉大浴場未来の湯、疲労回復はもちろんのこと、心身ともにリラクゼーションできるデュオセーヌ筑波未来ならではの大浴場が用意されている。大浴場の温泉は敷地内の温泉を汲み上げた天然のものであり、適温と水質が維持される設計となっている。こちらがお部屋になります。はい、はい、お邪魔します。おー、綺麗ですね。はい、本当になんか立派なマンションです。はい、失礼します。ありがとうございます。わー、綺麗。デュオセーヌ筑波未来の住空間を見てみよう。デュオセーヌ筑波未来の居住空間の特徴は、中高齢者の方が安心安全に生活できるようバリアフリー設計がされており、居室内すべての出入り口が引き戸になっているため、車椅子でもスムーズな開閉が可能だ。キッチンもオープンタイプの明るく開放的で、火を使用しない IH クッキングヒーターを装備している。浴室も追い炊きや乾燥機能を備えたオートバスを採用しており、転倒などによる怪我を未然に防ぐための手すりを設置している。いや、広々としてて開放感もあるお部屋ですよね。はい、ありがとうございます。正直こういうお部屋だと想像してなかったので、ちょっとびっくりしました。はい、一般的なファミリータイプの分譲マンションと変わらないぐらいの広いお部屋もご用意しております。はい、で、プライベートも守られた日常生活を送っていただけるんですけれども、それだけではなくって、はい、こちらにあるような壁に設置されたり、このようなポータブルタイプもあるんですけれども、はい、いざという時のために24時間スタッフがすぐ駆けつけてくださるような緊急コールボタンもご用意しておりますので、快適に過ごしていただけるような安心安全のお住まいとなっております。ここでデュオセーヌ筑波未来に入居しているご夫婦にお話を伺った。お話を伺います。はい、よろしくお願いします。最初に奥様からお伺いしたいんですけど、はい、もうご入居されていかがですか。はい、もう毎日があっという間に過ぎてしまうくらい楽しく暮らしております、うん、はい、どんなところが楽しいですか。そうですね、まず人とすごくお話ができる、たくさんお話ができる、はい、食堂で食事してる時も、もういろんな人とお話しして、お風呂に入るとまたもうそれこそ裸の付き合いで、はい、いっぱい話をしてっていうことが、夫婦2人で一軒家に暮らしている時に比べるとすごく多くなったので、それが一番かなと思ってます。はい、この施設で一番気に入っているところはどちらでしょうか。施設の中でですか。はい、やっぱし人との関わりが一番ですし、まあ、一番肝心なのは問題の家内が、はい、喜んでるってことですね。いいですね。はい、奥様いつも楽しそうにされてます。はい、私はと息子は反対してたんですよ。あ、そうなんですか。田舎になんかうーってやってたんですけど、はい、でもこの人の意志が絶対行きたいと、一人でも行きたいということだったんで、で、まあ、その当人が、ね、喜んでるんだから、まあ、これに越したことはないんじゃないですかね。
喧嘩しないんですよ。あ、一番ですね、ご入居されたきっかけというのは何だったんでしょうか。ちょっとパンフレットを見まして、はい、モデルルームを見させていただきまして、ここの未来平に降り立った時に、車で来たんですけど、立った時にもう空が広くて、もう都会ですと、まあ、住宅地は別ですけど、いっぱいもう駅前はもうすごくビルがあって、もう見通せませんですけど、ここはもうすごく広くて、空が広くて、それに一番惹かれました。そうですか、はい、実際住んでみてやっぱりそういうのがいい。そうですね、確かにちょっと不便かもしれませんけど、もう私たちぐらいの年になりますと、そんなにその遠くへ電車に乗って行くっていうことはないので、まあこの辺で、駅もすぐ近くですし、この沿線はもうすぐ出かけられますし、はい。もともと知ったきっかけっていうのは何だったんですか。パンフレットですよね。パンフレット、はい、どこかで、はい、偶然見まして、うん、はい、それでモデルルームを見に来ました。わかりました。どんなところに魅力を感じましたか。そうですね、まあ新しい街という感じ、これからじゃないかという感じがしましたね。こういうシステムそのものがとてもよろしいんじゃないでしょうかね。温泉がある、食事も選択できると、選択って、食べてもよし、食べなくてもよしと、そういう届けを出せばもう自由にできますし、大体からして、病院っていうかお医者さんがぐるっとありますから、はい、ちょっと何から何まであるっていう感じで、どんなことでもコンシェルジュが聞いてくれるんですね。今も宅急便来た時に渡してみたいな頼み方もできるし、はい、それはとても便利だと思いますね。わかりました、ありがとうございます。はい、どうも。人生をより自分らしく自由であるためにをテーマに、中高齢者の方の充実したセカンドライフを提案する新築分譲マンションディオセーヌつくばみらい。ここには日本の新しい住まいの在り方があるのかもしれない。では今後の目標についてお伺いできますか。はい、はい、大きくは2つありましてですね、まず身近な目標としましては、まだこういう住まいが非常に少なくてですね、その意味ではきちんと、こういう商品があるんだよっていうのをまずは認知していただくのが重要だと思っていまして、ここもちょっと繰り返しになるんですけれども、いわゆる有料老人ホームさん等は非常に重要な施設で、なくてはならないものだと思っていますと。で、一方で普通の一戸建てやマンションから有料老人ホームって、こうある種かなり幅壁というんですかね、はい、がある中で、その間にある選択肢っていうのをきちんと、ご理解をいただくっていうのはやっぱり重要だと思ってまして、ご高齢の方が自分はこっち、自分はこっちってこうちゃんと選べるようになることが健全だと思うので、そういった意味ではまだここの商品自体が非常に少ないので、きちんと継続的に供給をしていきたい、もうちょっと言うときちんと認知をしていただきたいと思っているので、一応大体ですね、年間に 2,3 棟ぐらいは同じような建物を供給したいなと思っておりまして、今は関東圏では一応もう2棟事業計画地は取得をさせていただいておりまして。そうですか。今度は千葉県の柏市というところと、東京の町田市に事業用地は取得しているので、順次いわゆる開業できるようにしていきたいなと思っているというのが比較的身近な目標という形になっています。でもうちょっと先、ちょっと何年後とかっていうイメージはないんですけれども、もうちょっと先にはですね、アメリカでですね、高齢者住宅というといろいろそれも種類があるんですけれども、アクティブシニアタウンと呼ばれる、もう町ごと高齢者が生活しやすいように作っていらっしゃる、スケールが全然違うレベルのものが2000施設ぐらいあるんですか。一番大きいのだと山手線よりも大きい、
敷地を使う4つ分ぐらいとかって聞いたことある。アメリカで。すごい。アメリカで。アメリカで。はい。というふうなものがあってですね。それは目指すべき。はい、もうそれはですね、中には映画館から一番大きいところだとスキー場とかまで、ゴルフ場とかあるし当たり前のようについてる。そうタウンだもんね。それで生活できちゃうわけですもんね。で、それはアメリカはアメリカの、まあ、土地も大きいですし、はい、表現悪いんですけども治安も悪いので、うん、逆に高齢者同士で集まってとかっていう別の理由もあるので、うん、日本でそれをする必要はないんですけれども、うん、日本版のそういうものっていうのはぜひ作ってみたいなと思っておりまして、うんうん、まあ、高齢者が増えてるね日本だから長生きを、はい、ただ長生きするんじゃなくて、はい、こう生き方っていうのはねやっぱり大事だもんね、はい、なんかもう身近だからさそういうこと本当に感じますよ。いやもう生きがいを持ってやっぱりご生活をされている方は、ね、お元気ですし、寒いところにいるより暖かいところだってその家の中だとかさ、はい、そういうのもあるじゃないですか、うん、なるほど、はい、最後になりますが、はい、佐藤さんの格言をお願いします。はい、司馬遼太郎さんのお言葉なんですけれども、はい、希望は天井にあり、実行は足元にあり、うん、後世すべからく実行の人たれという言葉を格言とさせていただいたのは、はい、その心はちょっと長くてあれなんですけど、はい、将来の目標みたいなのはすごい大事だと思うので、はい、ぜひそこは思いながら、はい、希望をちゃんと天井にも置きながら行きたいんですけれども、ね、すぐそこばっかり目指したがるタイプなので、うん、まあ、そういう意味では今せっかくご入居をいただいた方がある種100世帯以上の方がいらっしゃって、はい、まずはそこの方々に満足をしていただくことが当然なんですけれども非常に重要で、はい、その方にはもちろんそうですし当社にとってもそれがきちんと継続につながる事業の継続につながっていくと思っておりますのでそこの部分はやっぱり、まあ、実行ということで、うん、一つ一つ問題も当然出てきますのでそういった意味では足元をきちんと固めていきたいなと思っていて一応これをずっと思いながら事業を仕事をさせていただいています。本当にアクティブなシニアをね、はい、まあ、そろそろこうみんな元気にしていただいて、はいね、いい環境を作ってくださいと、はい、お願いして頑張っていきます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。ビジネスブックコレクション。私の塾ではテクニカルなことは重要視していません。それよりもどんな場面でも通用する揺るぎない基礎力を身につけてもらっています。スポーツで言えば強靭な足腰を鍛え上げているのと同じ。これが揺るぎない自信と力になるのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。カリスマ先生がいなくても大丈夫。子どもの偏差値が30アップするシンプル勉強法。この本を書いたのは関東エリアにて個別指導塾一等個別指導学院みやび個別指導学院を運営する株式会社ウィッツ代表取締役の北野正幸さん。偏差値30の子どもを短期間で偏差値60まで押し上げた個別指導塾を運営する北野さんが書き上げた成績を上げるためのコツがわかる学習指導本の決定版です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。